再開。Representing Ukraine, Vyacheslav Zagorodnyuk. 20番、Vyacheslav Zagorodnyuk さん、ウクライナ。ウクライナ25歳になりました、Vyacheslav Zagorodnyuk。トリプルアクセルは転倒。ステップからルッツは片手を上げるターノルッツですが、サーキュラーステップ、フライングジャンプシットスピンです。要素はあと3つ。ダブルアクセル、ジャンプの失敗が響きました。ウクライナ、Vyacheslav Zagorodnyuk。 このベテランにしてやはり力を出し切れない、オリンピックの難しさがあります。ブエノスアイレスの冬、今年のショートはタンゴを選びました。最初のアクセルからのコンビネーションですが、右足は踏ん張りきれませんでした。もちろん第2ジャンプにも行けません。そしてステップから直ちに行く、少し慎重になった感じがありましたが、踏み切ってから片手を上げます。ブライアン・ボイタノが考案しましたターノルッツ、普段はよく決めていますが今日はダメでした。あのアクセルの失敗の影響がここに出ています。ダブルアクセルは、これはうまくいっていますが、最初のジャンプがうまくいくかどうか、これが大きく左右します。もう一度やり直しができないというのがこのショートプログラムの難しさ、そして怖さ。国会に面したあのオデッサ、ペトレンコと同じ町、かつてはあの本田選手の新しいコーチズミエフスカヤさんの指導も受けていました。現在はバレンチン・ニコライフコーチの下でスケートに励んでいます。力強いジャンプ、独特の表現力、いつもショートプログラムがどうしてもうまくいかない、フリーで追い上げるタイプです。かつては世界一高いトリプルアクセルと言われたザゴロドニュークですが、
体力的な部分でいきますとフィギュアスケート現在25歳、少しピークからやや下り坂に向かっている、そんなところだと思います。このオリンピックにかける意気込みはありました。エレメンツが出ます。 4.4 という厳しい評価も出ています。唇をかみしめます。プレゼンテーションはこれは高い評価が出ました。 5.8 はウクライナ、 5.6 ロシア、5位をつけています。ジャッジが2人います。ザゴロドニューク12位、田村9位、本田14位。